株式会社グリーンズプラネットオペレーションズは東京都港区に本社を置きファーストフード事業をチェーン展開する株式会社である。1967年設立。株式会社グリーンズプラネットから2017年に社名変更した。代表的な店舗ブランドはたい焼き、タコ焼き、お好み焼きを主力商品とする一口茶屋。かつては 声優の参加で、声優参加時代の旧社名は株式会社チェポであった。1967年に会社設立。当初は自動販売機事業を行う会社であったが早々に撤退し、以降はファーストフード事業に専念している。1976年に株式会社、声優ストア資本参加を受ける。1978年に、 クレープのように片手で持って食べられるハンディタイプのお好み焼きフレッシュお好みを発売しロングセラー商品となったフレッシュお好みは当時ハンバーガーショップであった株式会社ピーターパンが和のハンバーガーをコンセプトに開発したものである商品名は店舗で毎日て切りする新鮮なキャベツに由来するキャベツや ベーコンエッグなどの具を乗せた薄手のお好み焼きに、通常のお好みソースではなく洋風のソースをかけ、二つ、折りして焼き上げたものをアルミホイルを貼った紙製の袋に入れて提供する。タイ焼きたこ焼きを主力とする株式会社チェポが株式会社コモコフードに社名変更し、1999年にお好み焼きを主力とする株式会社 ピーターパンを合併して株式会社、ピーターパンコも異なった。声優の参加から離脱後、1996年に、吉野屋ホールディングス参加となったが、2018年2月期に、マネジメントバイアウトの形で、吉野家系列から離脱。2019年時点で、吉野屋 HD の優化証券報告書には、グループ会社としては記載されていない。ホッカホッカティン。 フレッシュネスバーガー創業者の栗原幹夫は2012年8月に株式会社フレッシュネスの代表取締役を退任。翌2013年3月にフライドグリーントマト株式会社を設立し、同年4月に株式会社ピーターパンコモコの代表取締役社長に就任。2017年8月には グリーンズプラネットオペレーションズ代表取締役に就任したている。ショッピングセンターや総合スーパーなど大規模商業施設のフードコートにテナント出展する業態が多い。2018年からはフードコートトータルプロデュース事業を開始し、自社ブランドのフードコート、グリーンズコート、イトーヨーカドー内のポッポが閉店した跡地に出展している。 タイ焼、きタコ焼、きお好み焼きを主力商品とする和風ファーストフード店舗。店員がその場で調理して提供する。焼き上げる様子が客からも見えるようになっている。ドリンクメニューなども用意されている。全国展開しており、首都圏及び東日本、北日本を中心に、北海道、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県。 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、静岡県、岐阜県、愛知県、滋賀県、岡山県に店舗が存在する。かつては、声優参加だったこともあり、声優の店舗に出店することが多く、声優の1階店舗入り口に、一口茶屋の看板がよく見られた。その後、声優との資本関係がなくなり、声優が、 ゴルマートの参加入りしてからは、出店数は減少したものの、現在も声優及び大型店舗のリビン、ザ・モールへの出店は継続されている。また、声優参加時代に、私鉄沿線の駅前などで見られた、路面店は数を減らしたものの、現在も東京都内を中心に、神奈川県にも一部残っている。声優参加時代の看板は、水色地に、 一口茶屋の毛筆台風ロゴが白抜きで書かれたものが主であったが、現在は出店先の店舗に合わせて様々なデザインが存在する。また新業態として高級路線の一口茶屋、一口茶屋た焼きそう家も展開されるようになった。現在はイオングループの店舗を中心に、スーパーマーケットではアピタ、イナゲヤ、スーパーアルプス、相鉄ローゼン、 ベーシアなど、ホームセンターでは、京葉デーツ、コメリ、カインズホーム、島正しホームズ、ロイヤルホームセンターなど、その他、ミスターマックスなどのディスカウントストア、駅ビルのアトレ、百貨店のマルヒロなどにも出店している。声優参加時代は、首都圏の店舗が中心だったが、近年は、北海道のビッグハウス、コープ、札幌などへの出店が増加しており、 北海道内の店舗数が増えている。一口茶屋の百貨店向け高級路線業態で、デパ地下の鯛焼き、たこ焼き専門店、西武百貨店に出店している。1997年5月、大津店に1号店を出店。その後、池袋本店、東、戸塚店にも出店した。西武百貨店大津店では後に、味咲から、一口茶屋へ。 業態変更している。タイヤ機専門店。ホイップクリーム入りの冷製タイヤ機も取り扱う。西友のショッピングモール、ザモール仙台町町を、はじめ、北仙住丸い、本厚木駅前に出店。一口茶屋に類似した業態の和風ファーストフード店。1999年3月に株式会社、コモコフードが株式会社、ピーターパンを、九州合併し、 株式会社ピーターパンコモコに社名変更した。ピーターパン、ピーターパンエクスプレスの店名で商業施設内でデナント出店している。高級路線業態として1950年代アメリカ西海岸のダイナーをイメージしたピーターパン1号店も尼崎市にオープンした。たこ焼き専門店。2018年より フードコートのトータルプロデュース事業を開始し、伊東洋華堂の店舗に出店している。伊東洋華堂には、セブンアイフードシステムズが、自社ブランドのファーストフードショップ、ポッポを出店しているが、2010年代以降は、ポッポの閉店が、相次ぎ、2018年には大量閉店した。これを受けて、同年から、ポッポ撤退後の秋、 フードコートスペースに居抜き出店する形でグリーンズコート事業を開始した。フードコートスペース全体にテナントとして入居し、自社店舗を複数出店させる。取り扱い品目はソフトドリンク、タイ焼き、たこ焼き、フライドポテトフライドチキン、ラーメン、そば、うどん、ご飯物など。店舗によっては出前館やウーバーイーツなどのデリバリーサービスにも対応している。 営業時間や利用可能な決済方法などは入居する店舗に準じる。グリーンズコートとして開業した店舗は以下の通り、自社ブランドのほか以下のチェーン店にフランチャイジーとして加盟し店舗を経営していた。ありがとうございます。